こんにちは本日紹介するキャンペーンですけれども3月15日から始まったこちらのキャンペーンです。新生活応援ペンこのキャンペーンは ApplePay と GooglePay の支払いで VisaLINEPay プリペイドカードを登録してオンライン決済とテンプレの決済の両方をすることで合計利用額の50%分の LINEPay 残高をもらえるというものです。ただし上限は1000円相当になります。 今回はこのキャンペーンを紹介したいと思います。それでは Apple Pay、Google Pay、それぞれのキャンペーンを紹介したいと思います。こちらの動画をご覧ください。こちらがキャンペーンサイトになります。では見ていきたいと思います。新生活応援 LINE Pay 春の50%還元。条件達成でもれなく合計利用額の50%。LINE Pay 残高プレゼント。 期間は2021年3月15日月曜日から4月23日金曜日まで。条件1、ビザ、ライ LINE プリペイカードでオンラインショッピング。条件2、コンビニなどの ID 加盟店で LINE イ,イの Apple Pay でかざしてのお支払い。条件1、2ともに1回当たり100円以上のお支払いのみ対象。上限1000円相当。 ビザ LINEPay プリペイルカードを Apple Pay に設定したお支払いのみ対象となっています。こちらは iPhone のみでご利用いただけますと書いてありますので Apple Pay に対してのキャンペーンになります。キャンペーン概要、カード発行 Apple Pay の設定法、オンラインショッピングを利用する LINEPay の Apple Pay を利用する4つのメリット、LINEPay へのチャージ方法となっていますね。 え、キャンペーン概要ですけども、期間中に条件1、2を両方達成した方に、漏れなく合計利用額の50%を後日 LINEPay 残高でプレゼント。上限は1000相当です。条件1、VisaLINEPay プリペールカード、バーチャルカードをオンラインショッピングで利用すること。条件2、VisaLINEPay プリペールカード、バーチャルカードを ApplePay に設定した ID で実店舗でかざしてお支払いをすること。1、2ともに1回当たり100円以上のお支払いのみですね。対象。 え、キャンペーン期間は、あ、先ほど言いましたように、3月15日から、あ、4月23日までですね。え、特定申請時期ですけど、2021年の7月上旬頃ですね。注意事項として、条件には Apple Pay に Visa Line Pay、プリペイドカード、バーチャルカードを設定したお支払いのみ対象ですとなっています。Visa Line Pay クレジットカードを設定したお支払いは対象外なので注意してください。そして、カード発行 Apple Pay の設定方法がこちらに書いてあります。 オンラインショッピングで利用する LINEPay の ApplePay を利用する4つのメリットとして支払いをよりスピーディーに使えるお店がたくさん LINE ですぐに始められる LINE で通知が届くあとは LINEPay のチャージ方法がこちらに書いてありますこちらもキャンペーンサイトなんですけども先ほどですね えー、アップルペイに関してのキャンペーンでしたけれども、こちらは、あー、Google ググペイに関してのキャンペーンになります。新生活応援 LINE ペイ春の50%還元祭。条件とせいでもれなく、合計留学の 50%LINE ペイ全体がプレゼント。期間は2021年3月15日月曜日から4月23日金曜日です。条件1、ビザ l i n e ペイプリペイドカードでオンラインショッピング。条件2は、コンビニなどの ID 加盟店で LINE ペイの Google ググペイでカザしてのお支払いとなっています。 条件12ともに1回当たりの100円以上のお支払いのみ対象。条件2、上限1000円相当ですね。ビザ LINEPay プリペイドカードをグループ A に設定したお支払いのみ対象となっています。Android 端末のみでご利用いただけます。先ほどは iPhone でしたらね。今回は Android です。キャンペーン概要とカード発行 GooglePay の設定法、オンラインショッピングを利用する。GooglePay、各個 ID を利用する。GooglePay を LINEPay で利用するメリット。LINEPay へのチャージ方法となっています。 キャンペーン概要ですけども、期間中に条件1、2を両方達成した方にもれなく、合計利用額の50%を後日、LINE ページなんでプレゼント。上限は1000円相当です。条件1は、ビザ・ライ l i n e プリペイルカード、バーチャルコードをオンラインショッピングで利用すること。条件2は、ビザ・ライ l i n e プリペイルカード、バーチャルコードを Google グ Pay グに設定した ID で実店舗でかざしてお支払いをすること。1、2ともに1回当たり100円以上のお支払いのみ対象です。キャンペーン期間は、先ほど言ったように、3月15日から四月十三日までです。 特定申請時期は2021年の7月上旬頃。あと注意事項がこちらに書いてありますね。カード発行 Google Pay の登録本はこちらに書いてあります。そしてオンラインショッピングで利用する。Google Pay ID を利用する。Google Pay を LINE Pay で利用するメリット。 1, 1いつもの LINE で支払い管理 2LINE ですぐに始められる3使えるお店がたくさんそして LINEPay のチャージ方法となっています以上ですいかがでしたでしょうかちょっと達成条件は厳しいですねまたもらえる上限のポイントが1,000円相当なので2,000円ぐらいのものを買い物すると最大のポイントがもらえるってことになります今回のキャンペーンの目的ですけれども Apple Pay や Google Pay の利用者を増やしたいことだと思います。私はスマホは Android ですけれども、Google Pay は使ったことがないですし、使う必要性も感じたことはないです。多分このような人は多いかもしれませんね。Apple Pay や Google Pay は複数の支払い方法を一括管理できるということがメリットのようですけれども、個人的にはそれほどたくさんの支払い方法を使うわけでもないので、おまとめできなくても不便は特にないんですけどね。まあ数が増えてきた時には便利かもしれませんけども、 今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。